東方電機チャンネル。はい。はい。よいしょ。入るところからちょっとお願いします。はい、じゃあやりましょうか。シーン、はい、読みのシーンから、はい、同じように撮りますから。同じように。はい、ちゃんとやってくれる。はい、おはようございます。おこんばんでーす。あ、北欧パンだ。今、はい、噂してたんですよ。あ、最近北欧パン来ないねって。いやー、ありがとうございます。もう久しぶりで、もう1ヶ月ぐらいになりますかね。はい、あんまり声がやめたんじゃないとかって、はあ、もうなかなかパンも売れなくてコロナウイルスで、はい、ああ、ね、そうですよね、大変ですよね。で、旭川から持ってきてるんですよね。はい、毎朝、もう平日だけですけどね。いや、大変ですね。じゃあ、頑張ってください。え、かわいいの。十分今大事な時間を使ってサービスしたんでよろしくお願いします。はい、じゃあみんな買いましょう。はい、お願いします。はい。クリアンパンとマロンね。はい。マロン。はい。それからかぼちゃクリーム、かぼちゃパン。マロン。あ、かぼちゃパンいいな。かぼちゃにしますか。見てください。かぼちゃパンありますよ。さあ、これは北欧パンの車です。ね、はい、こちらですね。今見当たるし、かぼちゃクリーム、それからかぼちゃクリーム、かぼちゃパン。これかぼちゃパンとかぼちゃクリーム2種類ありますね。じゃあ、はい、それから私と、マロン。佐々木さんで。はい、マロンで。はい、いや、俺栗食えないんだよ。あ、これかぼちゃです。かぼちゃ。かぼちゃか、あ、スイートポテトいかがですか。これとこれがいいです。はい、ありがとうございます。こちら、別個で袋いいですか。あ、一緒でいいです。全部一緒ですか。はい。はい、そうしました。じゃあ、あと自分が一番おすすめしてるこちら、アップで撮っていただきたい、はい、ベーコンチーズブレッド、最高傑作でございます。ベーコンチーズ、はい、あー、なるほど、はい、自分が北欧パン72種類ある中で一番おすすめしてるパンですね。あらびきチビタ。チビタ、ちっちゃいのいっぱい入ってるんですね。一番人気です。一番人気なんだ。はい、一番人気。はい、マジか。はい、これがね、この前までは一番人気のきなこ揚げパンですね。はい、これでもうまそうだね。はい、高傑作、すごくない。あれ、社長まだ食べてないです。自分いいだけ押してたんですけどね。うん。ね、でいつもこっち買っちゃうね。ああ、チョコだ。はいはいはい。チョコになってる、ね。めっちゃ天使だ。はいはい。はい。本田くん、これでいいかな。本田くん、はい、甘いやつ。甘いのかな。塩バニラっていうのもね、こちらもおすすめしてるんですけど。ボリビアっていう国の岩塩でローズソルトっていう赤い塩を使ってまして、結構レアな塩のバニラ、甘いの、これバニラクリームが真ん中にベロッと、はい、こちらが入ってない方ですね。入ってない方と入ってる方と、こちら甘いですね。はい、めっちゃ悩んでる。さあ、本命から行くと、はい、本命から行くと食い物があるんだけど、これうまいんだよな、ね、これ美味しいですね。やっぱり社長さん大人ですからね。大人のカスタードクリームが、はい、お持ちよですね。で、これ、あ、はい、ありがとうございます。こちら5点で計算してよろしいですか。はい、ありがとうございます。1710円ですが、はい、1700円で提供させていただいて、はい、今日特別にライザーリスの皆様1点ずつ、はい、こちらを提供させていただきます。かかせてください。ありがとうございます。やばい、やばい、やばい。どうもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ今日も、はい、元気に、はい、ちょっと頑張ってください。ありがとうございます。とんでもない、とんでもない。はい、またお願いします。ありがとうございます。結構第一、安全第一でよろしくお願いします。ラジオでも CM 出てますね、TK リフォーム。あ、聞いてくれました？聞いてるとよくやってます。あ、ありがとうございます。何？え、感想、食レポして。参りました。思い出して飛んでる。食わず嫌い。皆さんのおかげでした。したってやつだ。食わず嫌い今度やったら面白いじゃない。
あ、ちょっとやってみたい、ね、さっきでもさ、引っ張ったけどちょっと伸びてたね、もっちり系なの。いや、うまそう。あ、すごい指んとこ潰れてるけど。美味しかったです。美味しかったです。もう食べてんじゃん。元気で元気で、ちょっと頑張ってください。ありがとうございます。